ルチア・バレリオは、イタリア・ミラノ出身の女子テニス選手。当地におけるテニス競技の開拓者となった選手で、1930年に創設されたイタリアンオープンの例名機に、地元の第一人者として活躍した。四大大会の女子シングルスでも、全仏選手権で1931年と1934年、ウィンブルドン選手権で1933年にベスト。 八進出の記録を残し、当地の女子選手として、初の四大大会八強入りを達成した実力者で、ある。ルチア・バレリオは1926年、21歳の時に、トリエステ地区のトーナメントで、女子シングルス優勝者になった。彼女が25歳になった1930年、イタリアで開催される、最大規模の国際テニストーナメントとして、イタリアンオープンが創設された。 彼女の故郷にあるミラノテニスクラブで始まった第1回大会でバレリオは女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門全てに決勝進出を果たすが最初の女子シングルスではスペインのリリデ・アルバレスに6から3、6から8、0から6の逆転で敗れて準優勝になった。最初の大会ではバレリオはアルバレスと組んだ女子ダブルスで優勝している。 1931年の第2回大会で、バレリオは女子シングルス決勝で、ドロシー・ルースを2から6、6から2、6から0で破って優勝したが、この後1932年、1934年、1935年と3度の準優勝があった。地元のエースを決勝で阻んだ選手たちは、1932年がイダ・アダモフ。 1934年がヘレン・ジェイコブス、1935年がヒルデ・スパーリングで当時の女子テニス界で上位を争っていた実力者揃いだった。しかし、イタリアン・オープンは1935年を最後に開催が中止された。第二次世界大戦の終結後、同大会の再開には1950年までかかっている。バレリオは世界にも挑戦の場を広げ、 イタリアンオープンの第2回女子シングルスで優勝した1931年、全仏選手権で初めてのベスト8に入った。イタリア人女性として史上初進出となったこの舞台で彼女はドイツのシリー・アウセムに6から8、2から6で敗れる。それから2年後、1933年ウィンブルドン選手権でもバレリオはイタリア人の女子テニス選手として 史上初のベスト8進出を果たす。この準々決勝では、地元イギリスのドロシーラウンドに3から6、2から6で敗退した。1934年、ルチア・バレリオは、全仏選手権で3年ぶり2度目、自身のテニス経歴では3度目のベスト8に勝ち進んだ。ここでも、フランスの実力者、シモーヌマチューがバレリオの壁として立ちはだかった。 バレリオは1996年9月26日に故郷のミラノにて91歳で調整した。ルチア・バレリオがイタリア女子テニス界の開拓者として活動してから20年後、男子選手のニコラ・ピエト・ランジェリが当地初の4大大会男子シングルス優勝者になった。2010年全仏オープンでフランチェスカ・スキア・ボーネがイタリア人女性として 初の四大大会女子シングルス優勝者になった。ありがとうございます。